お、ペイント見せますね。世界どうするどうするどうする。狙えばいい感じか。狙えば。落としてしまった。なんたること。最悪です。やってしまいました。どうした世界。さあそしてまた恐怖に驚く場面の立ち。また一人仕留めました。はい。これケイトですかね。ケイトが今外野に出ました。さあ海星今度は誰を狙っている。また決まった。やばい。首をかしげるしかない。そうですね。3番夏希、沢夏アウトです。また来た。わー、攻めた。これはさすがにすごいコンビネーション。さあ攻撃の手を休めないザ・ランページゴールド。あと海星と陸、見事なコンビプレーです。素晴らしいですね今のは。これどんどん減っていきます。このままいくとファンタスティックスも早くも早々に戦いを終えてしまうか。ようやく来ました。ナイヤオーバーライトセーフ。ゴールでナイヤボール。気をつけてください。じゃあそんなことある。あ、今ペナルティーありましたか。セーフになってしまいましたね。うおっと焦ったところ、あとアウト。なんとまた一人になってしまった。ゴールドナイヤボール。8番の優勢が外野に行きます。そしてポツンと1匹のフラミンゴ。6番の夏、堀夏、ここから大逆転あるか。外野に行った。さあ戻ってきます。2番の大逆転ってきました。ゴールドナイヤボール。あ、海星さんが中に入りましたね。そうですか。初めてですね、海星が内野に行きます。そして外野には陸。仕留めましたキャプテン力也。そしてまた一人、いつの間にかたった一人、リーダー大輝です。2番大輝、まさに猛獣に睨まれたフラミンゴのように。ここで終わりか。なんとかやり過ぎました。ファンタスティックス。ゴールデッド残り1分です。はい、外野に渡して狙って、あ、ゴールデッド。ゴールデッド。ボールデッドだと相手ボールになってしまいます。さ、怖いですねこれ。怖いですね。すごい追い詰められてますよ。なんとかマイボールにしたいですよね。ですね。あー、チャンス来た。ゴールデッド、ファンタスティックスだよ。さあチャンスが巡ってきました。ファンタスティックス、奇跡の大逆転あるのかどうか。あー、簡単に取られた。リケ、ナイスキャッチ。決めた。ゴールデッド、ファンタスティックスだよ。いや、守備でもチームを引っ張るキャプテンリキア。これでも一人ですからね、内野が。そうですね、ちょっと怖いですね。リーダーでもある大輝、取れるか。いや、内野だ。ナイス。またチャンス巡ってきました。サイドスロー、ジャンプ一瞬。うわ、倒れてる倒れてる。ナイスショット。アウトか。アウトだ。終わった。試合終了。ザ・ランページゴールド初戦勝利。マジで悔しい。ザイラクテン分かりますよ。やばいやばい。はい、6対0でランページゴールドの勝利です。数えなくても分かる圧勝です。ランページゴールド。うわー、すごい。みんな黙ってさあランページゴールドが2セット連取で早々に試合を決めました。栗原さん、どうだったでしょうか。いや、もう貫禄すら感じる強さでしたね。初戦とは思えないスピード感でした。でしたね。はい、じゃあセットカウント2対0でランページゴールド勝ちです。気をつけ、戦いで。さあ、なんとセットカウント2対0、ストレートで勝利はチームザ・ランページゴールド。さあ、それではなんとストレートで勝利を挙げました。ではザ・ランページゴールドのメンバー、ぜひその喜びの声聞かせてください。いやー、1勝目まずできて、まず嬉しいですね。まあ、僕ら、練習でしてたね、こう連携がうまい感じにいって、相手のミスも全部こういい感じに僕らのものにできたので、まあ1勝目ちょっと余裕でしたけども、ありがとうございました。いやー、素晴らしい。これ海星選手、ぜひ海星選手、ぜひぜひキーマンでしたね。そうですね、味方の内野の方がうまいことパスをしてくれたので、僕は自信持って投げればきっと内野の方が取ってくれると思って思い切り投げた結果が繋がりましたね。ありがとうございます。いや、他のチームからも要注意人物となりました。さあ、一方なんとストレートで敗れてしまったファンタスティックス、どうでしょう。いやー、お疲れ様でした。そうですね、気持ちいい試合でしたね。逆にここまでストレートに負けるとね、すがすがしいですね。
まあ、ちょっとね、まだチームのエンジンがね温まる前にちょっとランペゴールドのエンジンちょっとやられたかなっていう感じがすごいしてたんでね、次の試合はね、頑張っていけるよね、頑張ってね行こうね、みんな ね、世界さん、頭脳ファンタスティックスは頭脳戦だっていうお話も聞いてましたが、作戦はあったんですか？作戦がないのが作戦だったみたいです。なるほど、それを本音させる一言でもあったってことですか、頭脳戦は。そうですね、それちょどうですか、うちの頭脳番長が。そうですね、まあ、自信だけ持っていこうっていう作戦でしたね。なるほどですね。さあ、自信だけでは結果につながりませんでした。勝ったのはザ・ランページゴールドです。続いて第2試合、心理戦で揺さぶれ、コート上のメンタリスト、ザ・ランページ・シルバー。冷静に落ち着いて周り見てチームワークでって、僕らは結構もう、なんていうんですか、外野に回してこうパスしていくうちにやっぱどっかで隙が生まれる、そこでちょっとミスを誘うというか、そういう戦略の方が勝てるかなとは今思います。チームワークを生かした外野戦略で敵を自滅へ追い込む、その頭脳で優勝へまっしぐらだ。本大会最年少、ジュニアエグザイル世代の特攻部隊、バリスティックボーイズ。下克上じゃ。合言葉は下克上。もう誰と関わらず、いくら先輩でも、もうチャンスがあれば全力で投げます。団結力は多分負けないかなと思うので、チーム力勝負でいきたいです。平均年齢21歳のダンダンボーイズ、ムードに巻き込み、敵はもはやなすがまま、勝利へ駆け上がれ。第2試合、チームザ・ランページ・シルバー VS チームバリスティック・ボーイズ。ザ・ランページフロムエグザイルトライブが2つのチームに分かれてエントリーしています。先ほど同じ仲間たち、ゴールドの戦いは刺激になっているはずです。ランページシルバー、ランページ銀登場。無理に取りに行くっていうより、そのやっぱ隙を作るみたいな方が当てやすかったりするんで、チームのペースメーカーじゃないですけど、みんなの空気感というか冷静さを乱さないように細かく声かけてプレイ中もやっていきたいなと。さあ、対するはチームバーディスティー。平均年齢21歳です。どの勝負に勝ってもその瞬間下克上、バリスティックボーイズ登場です。走り出したら止まらない弾丸ボーイズ、嵐を起こせ。一番エースナンバーじゃない、エースだと思わせて流星をみんな警戒するじゃないですか、敵はやばい球投げそうですし、確かに外部の違うエースだと思わせて違うっていう作戦です。僕が外野に行ってしまった時は力屋に任せてます。内野マニキンを作るでしょ。楽しみます、今日は。さあ、両チームが出揃いました。では戦いに向けての意気込みを伺っていきます。はじめにランページシルバーのメンバーお願いします。はい、そうですね、先ほど、まあ同じザランページのゴールドチームが気持ちいいまでの圧勝してましたんで、まあ下克上を起こすと言っていましたが、まあ僕たちはですね、まあ下克上、めっちゃ緊張してますね。はい、そうですね、下克上と言っておりましたが、ドッジボールエデュケーションをしていきたいと思います。はい、教育ですね、よろしくお願いいたします。ではキャプテン、緊張していないメンバーにぜひもう一つ意気込みお願いしていいでしょうか。まあ、僕たちは勝つか負けるかという考えよりもどう勝っていくか、完封勝利目指してます、お願いします。余裕です。はい、では一方のバリスティックボーイズの皆さんお願いします。はい、自分たちはですね、平均身長も低いですし、華奢なメンバーも多いので、ぜひお手柔らかにということでよろしくお願いします。あ、そっちね、そっちね、謙虚ですね。ぜひもう一方、強気の発言も欲しいです、お願いします。
先ほども言ったんですけど、みんなもう分かってますよね。せーの、下克上陣いただきました。さあいよいよ第2試合の幕が上がります。さあこちら画面がチームザ・ランページシルバーです。ランページシルバー8名メンバーいますから、これ2番のジン選手がここはまず控えるということになりそうです。さあ一方こちらは7名でのエントリー、平均年齢21歳、バリスティックボーイズ。栗原さん、はい、これは若いですね。若いですね。ゴロッコ S。で、外野はワンタッチ、外野の実態は余計でワンタッチ、うん、こっちばっか見てる。 OK です。うん、後半ちょっともつれてたらもう攻めに徹しても大丈夫。 OK です。相手の体力も減っていくと思う。3人いるんですね、サウスポーが。そうですね。さあ一方こちら黒とシルバーのユニフォームがチームザ・ランページシルバーです。静かに気合が入りました。ベンチ、あれベンチ、最初ジャンプボールは、バリスティックボーイズの方もちょっと背が低いからなって話がありましたね。はい、そうですね。まず1本目を自分たちのものにしたいですよね。そうですね。はい、バリスティックボーイズ対ランページシルバーの試合始めます。お互いにね。よし、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